皆さんこんにちは、戸田和之です。先週末のリバプール対マンチェスターシティ戦ではお世話になりました。まだそちらの動画も、たくさんの人に見てもらえたようで、嬉しく思っております。あんな動画ですいません。で、なんか見る人が増えるペース早いなと、人数も多いなと思ったら小沢くんが、中継解説のところを取り上げる動画を出してくれていまして、それがきっかけかというところで腑に落ちたんですが、確かに中継っていうのは、試合をしっかりね、解きほぐして伝えるというところを実況アナウンサーと2人で、基本的にはコンビネーションで行いますので、今回野村兄さんと一緒に、例の試合をお伝えしましたが、試合前も、例えば野村さん、あとは安井さん、僕のブースまでわざわざ来てくれてですね、結構いろいろ情報交換をします。で、情報交換をしつつ、中継するときに自分の前に、モニターがあって、でもう一つモニターがあるんですよ、右側に。で、そちら側は PC のデスクトップになってるんですけど、自分のその分析のソフトを使いながらちょっと映像を見てもらって説明をしたりとか、要はその曖昧な記憶じゃなくて実際この試合こんなでしたよねっていうのを映像を見てもらって話をしたりとかっていうことを、結構僕はします。で、自分が準備してきたものをできるだけ実況の方にもシェアしていただいた上でいつも中継に臨むようにしているんですが、だからこの前の試合で言うと、リバプール側のフットボールのその変化の部分に対して、ちょっと自分がその、この試合、この点々っていうのをピックアップして野村さんに見てもらって、それだけが必ずしもエビデンスにはならないんでしょうけど、自分が見てきた中でもしくはもう一回見直した中で、こういったことが以前だったらあった、今だったらこうなってる、で、スタッツはこうなってるみたいな、過去3シーズンの例えば保持率のスタッツの比較とか、そういったところを事前に試合が始まるまでに、ここから野村さんにはお伝えさせてもらって、で、ある程度その、同じような情報を共有した上で、中継に入ると。だから安井さんもいつも僕のブースに来てくれて、いろいろこう情報交換するんですが、そういったところは確かに、中継に臨む上では大事なんだろうなと思って、僕もずっとこの仕事を始めてから行ってきた部分ではあります。で、今どうしてもブースがダゾンの場合は別なので、そういった形で少し、距離は空いてるんですけど、情報交換をすると、以前だったら控え室一緒ですから、面と向かう中でいろんなこう会話と、情報交換は全ての実況アナウンサーの方としてきましたけど、今は少し環境が違いますので、そこはやりづらくはなってるんですが、前回の中継も、野村兄さんに、自分のブースに来ていただけたんで、自分がもちろん行く場合もあるんですけど、ただ、邪魔にならないようにしなきゃなっていうことを、自分は特に意識をするので、実況のアナウンサーの方の方が多分僕よりは今のスケジュールはタイトなはずなんで、僕はこう言っても今プレミアしかやってないですからね。もうスカパーの分ですはやってませんし、あとはこれから J リーグ始まるんで、J リーグの方も入らせていただくんですけど、実況のアナウンサーの方がおそらくその中継が始まるまでの時間の中で情報をもう一回整理する時間になってくるので作業しますから、あんまりなんか余計な話をブースにしに行ってしまうと邪魔になるんですよね。なので僕からあんまり実況アナウンサーの ブースの方には行かないようにしてるんですが、来ていただいた時には多分なんかこう共有したいものがあるか、僕の準備のところを聞きたいんだろうなと感じるので、そういう時はちゃんと情報提供するようにしております。ですので、一人でベラ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 喋るものじゃないですかね、中継は。ただ野沢くんも動画で言ってくれてましたけど、自分は基本的にはもう専門的なところでのみ勝負してきてますので、余計な情報は挟みません。これはいらないと思っているからです。あとは実況のアナウンサーの方にある程度はお任せして、で、自分が持っている情報も踏まえてうま
場所を選んでタイミングを見ながらって話はしますけども、まあ、僕のスタイルはまあドストレートでどクソ真面目に、まあ、試合をできるだけ正確に解きほぐしていくっていうことに全神経を集中させてますので、まあ、そこは、ね、スタイルとしては分かれるところですけども、まあ、僕はそれが自分の色だということでやってきてますと。たださっき言いましたけど、目の前にモニターがあってそこに試合が流れてて、僕の場合はそのパソコンのデスクトップのモニターの方に、まあ、オプタのスタッツも出ますし、まあ、いくつか窓開いておいて、まあ、自分の分析ソフトをいつでも見られるように確認ようにできるようにしておく。あとはダゾンで配信している映像もすぐ確認できるようにしています。そうすると、まあ、試合中に流れてくるリプレイだけじゃなくて、自分がもう一回見ておきたいなっていう場面を、まあ、そこからもう一回確認ができるので、より正確な描写ができたり、まあ、分析ができるっていうところを、まあ、僕はモニターを2つで、まあ、パソコンの方は3つ開いておいて全部ランダムに見られるようにしてやると、こういったところは自分が心がけている、まあ、仕事する上での環境づくりですね。あとはとにかくコミュニケーション、まあ、ここは大事になりますから、まあ、たまたま小沢くんが動画を出してくれて、まあ同業者になんか評価していただけるのはちょっとかゆい感じもありますけど、まあ、素直に嬉しいと思ったので、でそのことについてちょっと動画を上げようかなと思って今撮りました、うん、で小沢くんとはまた来週からいよいよ CL と EL の決勝ラウンド始まりますんで、まあ、そこに向けた動画を、まあ、前編後編それぞれのチャンネルでっていう形でやりましょうかという話になりましたんで、今日が水曜日だから金曜日ぐらいに多分撮るんですけど、そちらもまた皆さんに楽しんでもらえたらなと、思っております。で、まあ、なかなか視聴環境が整いませんでしたので、 CL と EL のグループステージのところは基本ウェファ TV が、まあ、僕は自分の分析ソフトがあるんでそっちで見ますけども、まあ、見てきましたけど、まあ、今だとワウワウのオンデマンドか、まあ、加入すればそちらで見られるようになってますね。まあ、ですのでこれからまた CL がワウワウさんの方で放送されますので、まあ決勝ラウンドになると本当にまた痺れる緊張感たっぷりの、また強者同士のいろいろなこうぶつかり合いが見られるという意味では楽しみですからね。まあ皆さんも、まあ時間に余裕のある方はワウワウにも加入をして、まあ世界の本当トップオブトップのフットボールを楽しめたらいいですよね。ただ時間はやっぱり現代人本当に忙しいですから限られると思いますので、僕からなんかそれを皆さんにお勧めすることはないんですけど、まあここからまたヨーロッパのフットボールは、まあ、どんどん佳境に向かっていきますから、まあ、各国の強者同士がどういった形でぶつかるのかっていうのも国内リーグとはまた別のところで非常に楽しめるポイントだと思いますので、まあ一つ僕と小沢君でまた動画出したりしますので、そちらも見てもらえたらなと思います。これはちょっと試合のレビューとは全然関係なかったんですが、中継に臨む上でのなんか準備の話みたいなところもちょっとし、まあ、小沢くんが動画出してくれたところも、相まってしておこうかなと思ったので撮りました、これからちょっと一気に取材なんですが、先ほどスパーズと、ウエストブロミッチの試合も見まして、エバートンは、もう一つまだマンチェスターユナイテッドの試合は見られてないんですけども、そちらを見てから今日のFA カップの中継に臨もうと思います、そちらもまた皆さんと一緒に楽しめたらと思いますので、ぜひご参戦ください、平日の、深い時間で大変だと思いますが、私もしっかり準備をして気持ちを込めて臨みますので、ぜひ一緒に、楽しめたらと思います、それではこの動画はこれまで、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でよろしくお願いします。